1ヶ月実家に帰らせていただきます。はあ、あんた家事はどうするのよ。帰るなら息子と離婚しろ。義母は私に離婚届を投げつけてきた。これは好都合だ。私は義実家を出るとすぐに離婚届を提出し、実家に帰って父に報告をした。それから1ヶ月後、義母から鬼電がかかってきた。助けて。私が悪かったから。謝るから。私の名前はのぞみ、38歳の会社員だ。現在私は夫のまさとと義母の3人で義実家に暮らしている。夫のことが大好きで結婚したはずなのに、私は今彼と結婚したことをとても後悔している。それは毎日のように義母から嫁いびりをされる私のことを一切かばってくれないからだ。私と夫は仕事関係で出会った。私が働く会社と彼が働く会社が取引先同士で、お互いが担当者だったのだ。何度か仕事をしていくうちに、私たちは自然と距離が縮まっていき、ある日彼から食事に誘われたことをきっかけに、プライベートでも会うようになった。そしてデートを重ねていき、交際がスタート。付き合い始めて1年ほど経った頃に、私は彼にプロポーズをされて、結婚することになった。それはちょうど私が35歳の時で、3年前のことだ。結婚当初はとても幸せだった。その頃はまだ2人で暮らしていたし、私はまだ夫の本性に気づいていなかった。夫と私は共働きで安定した収入を得て、休日はちょっと贅沢な旅行だったり、美味しいレストランでの食事を楽しんだ。これからどんどん夫と楽しい思い出を作れると、そう信じていた。しかし結婚して2年が経った頃、私たちの状況が変わってしまった。それは義父が急病で亡くなってしまったことがきっかけだった。義母は最愛である義父が亡くなり、とても悲しんでいた。その様子を見て、夫は私にこんな相談をしてきたのだ。母さんと同居しないか？え？私は少し戸惑ってしまった。確かに義母のことは心配だ。だがまだ私たちは結婚をして2年しか経っていない。せめてもう少しくらい夫婦だけで暮らしたい。だが夫は義母を一人きりにしたくないようだ。俺は一人息子だからさ、できる限り親孝行してあげたいんだ。実際まだまだ親孝行したり足りないのに、父さんは亡くなってしまったしさ。マサト、私は夫がとても悲しそうにしているのを見て、協力してあげたいと思った。だが今でもこの時の自分の決断を後悔している。この頃に夫の本性に気づけていたら、あんな辛い思いはしなくて済んだのに。私と夫はすぐに義実家に移り住んだ。マサト、よく来てくれたね。母さん、これからは俺たちがいるから安心してよ。ありがとう。お母さん、これからよろしくお願いします。ああ、よろしくね。私はなんだか義母の私への返事がそっけなく感じた。気のせいだろうか。私は少しモヤモヤした気分で義実家に入った。私と夫は一旦荷物を部屋に置き、それからすぐに居間に行った。今日はマサトが来るからお茶菓子を買ってきたんだよ。うわ、俺が好きなお店のもなかじゃん。ここのお店のあんこが好きなんだよ。そう言って嬉しそうにしている夫。私は子供みたいだなと夫のことを微笑ましく思っていると、義母は私に冷たい視線を向けてこう言ってきた。ちょっとのぞみさん。はい、何でしょう。あなた、何ぼーっとしてるの？え？お茶菓子を出したんだから、さっさとお茶を出しなさいよ。すいません。急須とかはどこにあるのでしょうか？はあ、全く使えない嫁だね。え？
ほら、ここだよ。湯飲みはこっちの棚。どんと雑に物を置く規模。今まで手伝ってこなかったからこういうことになるんだよ。義母はそんなことを言ってきたが、私は納得がいかなかった。今までにも定期的に私と夫は義実家を訪ねていた。だが私が手伝おうとしても、義母は手伝わなくていいから座っててちょうだいと言って私に台所に立たせなかった。もしかしたらこだわりが強くて、自分のテリトリーみたいなのを荒らしてほしくないのかなと思い、私はそれ以降は自ら手伝いに行くことはしないようにしていたのだ。それなのに急にそうやって怒ってくるのは理不尽だと思う。すると義母は私のことをにらみつけてきた。ちょっと何よ、その顔、何か文句でもあるの？いえ。私は義母と直接争いたくはなかった。それよりも夫に間に入って止めてほしい。そう思い、私は食卓に座っている夫のことを見た。だが夫はこちらを気にする様子もなく、スマホをいじっていた。自分の嫁が理不尽に怒られているんだから、気にかけろよ、と私は夫に腹が立った。まさか初日からこんなにも嫌な思いをすることになるなんて。私はこの先の同居生活が不安になってしまった。こうして始まった義母との同居生活。するとすぐに面倒なことが起きた。それはまだ朝方のこと。ちょっとのぞみさん。あんた何まだ寝てるのよ。私は慌ててスマホの画面を開いて時刻を見た。お母さん。まだ朝の5時ですが。だから何？朝ごはんやマサトのお弁当を作ってたら、あっという間に時間は過ぎるでしょう。それに毎日あなたにはトイレ掃除をしてもらうんだから。私は義母にそのように言われて、驚いてしまった。そもそも夫にはお弁当は持たせていなかったし、朝ごはんだって二人ともそんなに入らないから、作っていなかった。さらにトイレ掃除なんて疲れること、出勤前にしたこともない。確かにそれらすべてをするのなら、早起きが必要だ。しかし、本当にそれは必要なことなのだろうか。私が半信半疑でいると、なかなか動こうとしない私を見て、義母は怒ってきた。何ぼさっとしてるのよ。さっさと起きてきなさいよ。一体どういう教育を親から受けたら、あなたみたいなポンコツができるのかしら。私は義母の言葉にものすごく腹が立った。だから私は、言われた通りのことをしっかりやってやろうという気になった。毎日朝5時に起き、夫と私のお弁当と朝ごはんを作った。もちろん適当な料理ではなく、ちゃんと手の込んだものだ。そしてトイレ掃除だって欠かさずに行った。トイレ掃除に関しては、やればやるほど気持ちがすっきりしていった。毎日きれいなトイレを使えるのは気分がいいものだ。夫も家事を頑張ってくれてありがとな、と私にお弁当やトイレ掃除のことを感謝してくれた。すると義母は、それが気に入らなかったようだ。どんどん私に対しての要求が増えていった。今日は和食が食べたいわ。今日はイタリアンの気分ね。ああでも適当なものはダメよ。ちゃんとピザも生地から作って、パスタも用意してちょうだい。あのお店の赤ワインも飲みたいわ。一体どんな記念日なのかというくらいに、そういった要求をしてくる義母。そして困ったことに、夫は義母の言うことは何でも聞いてしまうのだ。母さんが求めてるから、その通りにしてやって。そう言って私に丸投げをしてくる夫。自分は何にも手伝わないし、任せたらそれっきりだ。せっかくの休日が、義母の望んだ晩ご飯の用意でほとんど潰れてしまう。さらに義母は私に対して、いろいろと文句を言ってくる。あなた、嫁のくせにいつまで働いてるの？
普通は家庭に入って夫を支えるものよ。しかもあなたはもう高齢なんだから、子供だって産める期限が迫ってるでしょ。自分に価値がほとんどないことわかってるかしら。毎日のように浴びせられるひどい言葉の数々。私は義母の人間性を疑った。それこそ一体どういう教育を親から受けていれば、義母のような性格の人が育つのだろうか。そして私のことを一切かばってくれない夫。私はある日、仕事の疲れや日々の義母からのストレスで、かなりイライラしていた。そんな時に夫に、こんなことを言われたのだ。母さんが、のぞみは家事をサボってるって言ってるけど本当？え？言うことも全然聞かないし、それにいつも反抗的な態度をとってくるって。毎日弁当を作ってくれて偉いなって思ってたけど、あれ全部冷凍食品なんだって。は、あなたまさかお母さんのその言葉を信じるの？当たり前だろ。母さんが嘘をつくかよ。ちょっとのぞみひどすぎるよ。嫁なんだから、もう少しまともに役目を果たしてくれないかな。私は夫の言葉にものすごく頭にきた。あなた何言ってるの？ちゃんと自分の目で確認してよ。私は毎日ちゃんと手作りでお弁当のおかずを用意してるし、掃除も洗濯も晩ご飯だって私が全部作ってるじゃない。そうやって嘘をつくのはやめろって言ってるんだ。母さんが俺に言ってきてることが正しいんだ。マサト、おかしいよ、このマザコンが。な、お前なんてこと言うんだよ。だって私の言うこと全然信じてくれないし、いつも助けてくれないじゃない。一体何から助けるって言うんだよ。お前は本当に面倒くさいやつだな。母さんの言う通りじゃないか。夫は顔を真っ赤にしてそのように怒ってきた。私たちはこの時の大喧嘩を境に関係性が一気に悪くなってしまった。そして義母が私をいびってくる時に、義母に同調して私のことを一緒に罵倒するようになったのだ。おい、飯はまだか？今帰ってきたばかりでしょ。ちょっと待っててよ。容量が悪いんだよな、お前は。出来損ないだから仕方ないね。もういいや、母さん、一緒に外食行こうぜ。いいわね、そうしましょう。そう言って私を置いて二人で外に食べに行く義母と夫。私は完全にこの家で仲間外れにされていた。毎日のように二人から罵倒されて舐められて、こんな結婚生活を続ける必要なんてあるのだろうか。そう思い始めた頃、私に思わぬ転機が訪れた。そしてこれならもう夫や義母と一緒にいる必要はないと思った。そんな中、義母と夫はいつものように私をいびってきた。本当に使えない嫁だね。どうして息子と結婚できたのか不思議で仕方ないよ。そう言って私を罵倒してくる義母。夫も本当にそうだよな、とケラケラと笑っている。もうちょうど潮時だろう。私は二人の前に立ち、こう言ってやった。一ヶ月実家に帰らせていただきます。すると二人は目を見開いて驚き、怒り出した。はあ、あんた家事はどうするのよ。そうだぞ、お前無責任にも程があるだろ。帰るなら息子と離婚しろ。そのように叫ぶ二人。そして義母は引き出しを開けて何かを取り出した。それは離婚届だった。義母は私に離婚届を投げつけてきた。ほら、さっさとこれにサインをしな。おう、母さん用意がいいね。そうそう、お前は俺たちに従うしかないんだ。嫌だったら離婚だ。これは好都合だ。わかったわ、離婚しましょう。え？私の返事に目を丸くする二人。だが私は気にせずに離婚届を拾い上げて記入を始めた。ほら、
私のところを書き終えたから、あなたも早く書いてちょうだい。夫は目をパチパチさせながら私を見ている。あれ、さっきのってもしかしてハッタリだったの？すごくダサいけど。私がそう言うと、夫はきっと私をにらみつけた。はあ？ふざけんじゃねえよ。いいさ、離婚してやるよ。夫は私から離婚届をぶんどり、そして自分の箇所の記入をした。これでいいんだろ。乱暴にテーブルに離婚届を置く夫。もう取り消したいって言ってもダメだからな。これであんたも終わりだね。そう言って高笑いをする義母。私は心の中で、終わったのはお前たちだろと思いながら、荷物をまとめて義実家を出た。私は義実家を出るとすぐに離婚届を提出し、実家に帰って父に報告をした。父は呆れ返っていて、すぐに叱るべき対応を取ると言ってくれた。それから1ヶ月後、義母から鬼電がかかってきた。もしもし、のぞみさん。一体何の用ですか？あなたとはもう赤の他人ですが。そんなこと言わないで。私もマサトもとても困ってるのよ。そうですか。それは大変ですね。まだ何も言ってないじゃない。もう面倒なので、電話を切ってもいいですか？待って。あなたにお願いがあるの。お父さんを説得してくれないかしら。どうして私が？あれだけあなたやマサトさんにひどい目に遭わされたというのに。それは申し訳なく思ってるわ。まさかあなたのお父さんの会社が、マサトが働く会社の重要取引先だなんて知らなかったのよ。そう。実は私の父は会社を経営していて、現在はそれなりに大きい会社となっている。そして夫が働く会社とも取引をしていたのだ。そのことは結婚前に話していると思うのだが、その時は義父も生きていたし、義母は自分が聞く必要はないとでも思っていたのだろう。まあ夫に関しては覚えていないのはおかしいが、きっと義母と一緒になって私を罵倒しているうちに忘れてしまったのだろう。父が取引を止めると言い出したことで、マサトが働く会社はマサトのことを解雇する代わりに契約を続けたいと申し出た。それでマサトはクビになってしまったのだ。そしてマサトは実は同居が決まった段階で義実家をリフォームすると言い出し、ローンを組んでいた。だから無職になるとローンを支払いながら生活することはほぼ不可能になるのだ。今までは私が会社員として生活費を結構負担していたからどうにかなっていたが、私と離婚した今、マサトと義母は絶望的な状況に陥っていることだろう。なんで見栄を張ってリフォームなんかしたんでしょうね。マサトさんってそういうプライドが高いところがありますもんね。そういうところはお母さんにそっくりですね。助けて。私が悪かったから。謝るから。義母は私の挑発にも言い返す気力がないのか、弱々しくそう懇願してきた。残念ですが、私はあなたたちのことを絶対に許しませんので、何かしてくれることを期待しているのなら、諦めてこの時間、少しでも働きに出たらどうですか？そして私にとってもこの時間は無駄なので、もう電話を切りますね。私はそう言って電話を強制的に切り、義母と元夫の電話番号を着信拒否にした。その後、元夫と元義母はローンが支払えず、なんと家を売ったそうだ。義実家はもともと古すぎるというほどではなかったので、義母が老後を過ごす期間くらいは全然住めたはずなのに、無駄にお金をかけて手放すなんて、本当にアホだ。今は元夫と元義母は、二人で狭いアパートに住みながら、元夫がバイトをして、義母の年金と合わせて、細々と暮らしているらしい。一方私は、
実は海外転勤が決まり、そのための準備をしていた。新しく部屋を借りるのももったいないので、実家で暮らしながら海外へ行く日が来るまで親と一緒に過ごしている。新しい国での生活と仕事はきっと楽しいものになるに違いないとワクワクしながら、私はこれからの人生に期待に胸を膨らませた。え、ちょっとお母さん、どこに行くんですか？ハワイだよ。ハワイって、そんなお金どこにあるのだろうか。その時私はハッとした。なんと娘の大学の入学金用として貯めていたお金がなくなっていたのだ。あなた、どういうつもりよ？俺は親孝行をするんだ。その邪魔をするな。じゃあお土産買ってくるわね。そう言ってニヤニヤしながら家を出ていく二人。私は二人の背中を見ながらそっとつぶやいた。いつまでもあると思うな、嫁と家。私の名前はのぞみ、46歳の主婦だ。夫のまさとと娘のまい、そして義母の4人で暮らしている。もともとは親子3人で暮らしていたのだが、5年ほど前に義父が亡くなってから、夫が無理やり義母を家に連れてきた。私は正直言って、義母との同居生活は嫌だった。義母は私のことを明らかに嫌っていたからだ。最初にそう思ったのは結婚の挨拶の時。あら、なんだか地味な人ね。マサトとは不釣り合いなんじゃないかしら。いきなりそんなことを言われて、私は開いた口が塞がらなかったのを覚えている。慌てて義父が義母を叱り、私に謝罪してくれたからよかったが、初対面でそんなことを言ってくるなんて、ものすごい非常識な人だなと思った。母さんがひどいこと言ってごめんね。別に気にしなくていいから。夫は後でそのように私に言ってくれたが、その時に義母に注意をしてほしかった。この人は直接義母に強く出れないのではないかと、私は少し不安になったのを覚えている。それでも彼のことが好きだったから結婚をした。それに同居とかはしないだろうと思っていたから。だが夫と暮らし始めてから、私は予想していなかった嫌な事実を知ることになる。それは夫が亭主関白だということだ。結婚したからには仕事はやめてもらう。え、あなた私に結婚後も働いていいって言ってたじゃない。最初はそう言ったかもしれないが、やっぱりダメだ。すぐに辞めて家庭に入れ。そんな、いきなり言われても困るわよ。会社を辞めるには最低でも1ヶ月前までに言わないといけないし。じゃあ絶対に今月中に辞めろ。夫はそう言って私に辞める以外の選択肢を与えなかった。私は結局1ヶ月後に会社を辞めて専業主婦になった。この時から夫に対して少し不信感を抱くようになっていた。この人はいざという時に私のことを守ってくれるのだろうか。そんな不安を感じていた時、私が妊娠していることが分かった。私が妊娠したことを夫に報告すると、夫はすごく喜んだ。寝かしたぞ、のぞみ。そんな風に褒めてもらえて、私はとても嬉しかった。そしてそれからというもの、夫は私にすごく優しくなった。大丈夫か、のぞみ。あまり無理はするなよ。辛いなら出前を取ってもいい。母子共に健康でなくてはいけないからな。つわりで苦しんでいる私にそう言ってくれて、本当に嬉しかった。そして妊娠をしている時だけは、義母も優しかった。のぞみさん、何か手伝うことはない？買い物とか代わりに行ってくるわよ。ありがとうございます、お母さん。義母は結婚当初から顔を合わせるたびに私をいびってきていたのだが、妊娠中だけは人が変わったように優しかった。だが出産が近づいてきた頃、再び嫌な出来事が起きた。それで生まれてくる子の性別は分かったの？
義母と夫と3人でゆったりとお茶をしている時に義母が聞いてきた。はい、女の子だそうです。私がお腹をさすりながらそう言うと、空気が凍りつくのを感じた。異常を察した私は夫と義母の顔を見た。二人ともゆっくりと目を閉じて開き、ため息をついた。やっぱり役立たずの女ね。え？俺たちが親切にしてきた時間を返せよ。ちょっとどういうこと？普通は最初に男の子を産んで、夫の家族を安心させるのが嫁の務めだろ。え？私と主人の家計がここで途絶えたらどうするつもり？そんな。夫と義母は生まれてくる子供が女の子だと分かった瞬間、手のひら返しで態度を変えたのだ。それからは私がどんなに体調が悪くても気遣ってくれることはなかった。どうして晩ご飯ができてないんだよ。ごめんなさい、体調があまり良くなくて。妊娠は病気じゃないんだ、サボってんじゃねえ。そうやって怒鳴り散らして夫は義実家にご飯を食べに帰った。私は体調が悪いのにずっと一人にされて心細かった。そして娘が生まれてからのことも不安に思った。もしかしたら娘のことも存在に扱うのではないだろうか。そんな不安を抱えながら私は出産をした。娘が生まれると夫も義母も可愛いと言って嬉しそうに娘を抱いていた。その様子を見て私はほっと一安心をした。とりあえずは娘のことを大事にはしてくれそうだ。実際夫は娘を溺愛していて、仕事も早めに切り上げて帰ってくるようになった。夫が娘をあやしてくれるおかげで私は夜にゆっくりお風呂に入れたし、その隙に作り置きのおかずを作ったりすることもできた。だが私への態度は相変わらずだった。日中に舞の世話はちゃんとしてるのか？ちゃんと母乳を飲ませてるか？ええ、ちゃんとやってるわよ。舞に何かあったら許さないからな。そう言って私を睨みつける夫。これが妻に向ける目だろうか。喧嘩漫画だったらバチバチと火花が飛んでいる描写が描かれそうなほどだ。そして面倒なことに義母も頻繁に家にやってくるようになった。舞ちゃんに会いに来たわよ。のぞみさん、お茶とお菓子をすぐに用意してちょうだい。私が家事をしているとか一切気にせずにアポなしでやってくる義母。やっと娘を寝かしつけて静かに掃除をしていたところだったのに、義母は娘を勝手に抱き上げて起こしてしまった。すると大泣きをし始める娘。ちょっとのぞみさん、舞が泣いてるわよ。お前が泣かせたんだろうと思いながら私は掃除を中断して娘をあやす。私がちらりと義母の方を見ると食卓でお茶菓子を優雅に食べていた。本当に自分勝手で私のことを存在に扱う義母と夫にはうんざりしていた。それから時が流れ、娘が3歳になって幼稚園に入ったので、私はパートに出ることにした。家にずっといると義母がやってきてしまうし、それに将来的に娘の学費を貯めた方がいいと思ったからだ。だが私がパートで働くと言うと、夫は反対した。お前は俺の稼ぎが少ないと文句を言うのか。なんてひどい嫁だ。そういうわけじゃないわよ。ただお金のことを気にせずに舞に十分な教育を受けさせるために働こうと思ってるのよ。私が娘を理由にパートに出ると言うと夫は少し悩んでいた。舞のためならまあ仕方ない。だが絶対に家事の手を抜くことはするなよ。わかった、それは約束する。こうして私はパートに出て働けることになった。どうして嫁なのに働いているのよ。普通は家庭を支えるものでしょう。義母はそのように文句を言ってきたが、私は気にせずに働いた。義母と顔を合わせる機会が減ったので、私はストレスが減り、
さらに再び社会とつながることができたので、精神的にも金銭的にもパートを始めてよかったと思った。職場の人たちと会話をすることで、他にも嫁姑問題とか夫とのことで悩んでいる人がいることも分かり、気が楽になった。そうして私はパートと家事を両立する生活を過ごした。あっという間に時は流れていき、娘も中学生に。だがこの頃に義父が亡くなってしまい、夫が義母が一人じゃかわいそうだからと家に勝手に連れてきた。この時から再び私の辛い日々が始まった。ちょっとのぞみさん、私は朝はパンがいいんだけど、あと目玉焼きは君にしっかりと火を通して。義母の怒鳴り声で朝を迎える私。義母は私が嫁いでから十何年経ってもずっと私のことをいびってきた。今までは離れて暮らしていたからとりあえず我慢できたのに、同居が始まってしまっては逃げ場がない。私は精神的に本当にきつかった。するとそんな中、娘が私の味方をしてくれるようになった。おばあちゃん、どうしてお母さんにそうやってきつく当たるの？え、いやいや、私は姑として嫁を教育しようと。そんな感じには見えないよ。お母さんをいびって楽しんでいるように見えるよ。お母さんのこと苦しめないで。そんな、私は。娘に厳しく言われて義母はたじろいでいた。それからというもの、義母は娘がいる前では私をいびることをやめた。私と二人きりの時は相変わらずいびってきたが、それでも度が過ぎた時に娘に相談すると、娘が後で怒ってくれた。義母は私が言い返しても何倍にも返して対抗してくるが、やっぱり孫には弱いのだろう。娘から責められるとおろおろとしていた。娘が味方をしてくれるというだけで私はかなり気が楽になった。だがそれから数年経った頃、さすがに何度も娘に怒られたことで、義母も娘に対しても言い返すようになった。そして夫に告げ口をして、夫を味方につけようとしだした。そのため夫は娘を叱りつけ、私にもどういうしつけをしてるんだと怒るように。娘は義母の味方をする夫に反抗し、家の中は義母と夫対私と娘という構図が出来上がっていった。家の雰囲気が悪い状態が続きながらも、娘がこれから受験を迎えて大学に進学することを考えると、そう簡単に離婚には踏み切れなかった。だがそんな中で私の堪忍袋の糸口が切れる出来事が起きた。それは娘の高校の卒業式の日のこと。今日くらいは喧嘩はせずに家族みんなで娘の卒業を祝おうと私は思っていた。だが朝出かける準備をしていると靴を履く音が聞こえてきた。私は慌てて玄関へ。すると義母が大きな荷物を持って家を出ようとしていたのだ。え、ちょっとお母さん、どこに行くんですか？ハワイだよ。ハワイってどういうことですか？私と息子はこれからハワイに旅行に行くんだよ。は、何言ってるんですか？これから舞の卒業式があるんですよ。は、あんな生意気な小娘の卒業式になんか出て何が楽しいのさ。それなら私は私を愛してくれる息子と楽しい旅行を選ぶよ。そんな。私が義母の発言に驚き固まっていると、後ろからキャリーケースを持った夫がやってきた。ちょっとあなた、本気で旅行に行くの？自分の娘の卒業式に参加しない親がどこにいるのよ。うるせえな。別に俺が行かなくてもいいだろ。今日から海外旅行を母さんと満喫してくるからな。娘をほったらかして海外旅行に行くなんて信じられない。そして私は他にも気になることがあった。そんなお金どこにあるのだろうか。夫は貯金が苦手で散財をしやすい人だ。
だから私が頑張って家計をやりくりしているほどだ。そのためお金の出どころがわからなかった。その時私はハッとした。慌てて私は通帳を確認した。嘘でしょ。なんと娘の大学の入学金用として用意していたお金がなくなっていたのだ。あなたどういうつもりよ。もしかしてこのお金を使って旅行に行くの？ああ、だってこれは俺の金だろう。俺は親孝行をするんだ。その邪魔をするな。何言ってるのよ。これは私がパートで働いて貯めたお金よ。あなたが引き出した金額は舞の大学の入学金に相当する額よ。別にいいだろ。まだ通帳には金はあったし。夫はそう言って靴を履き出した。本当に信じられない。この男は一体何を考えているのだろうか。じゃあお土産買ってくるわね。そう言ってニヤニヤしながら家を出ていく二人。私は二人の背中を見ながらそっとつぶやいた。いつまでもあると思うな嫁と言え。私はため息をつき、心配そうに私を見つめていた娘を抱きしめた。お母さん、私大学に入れないの？うん、心配しなくて大丈夫よ。舞が頑張って合格した大学には必ず通わせるから。娘にそう言って私たちは卒業式に参加した。そして帰宅してから私はとある作戦を考えて実行することに。それはこの家を売ることだ。実は今私たちが住んでいる家は父の名義で買った家なのだ。結婚して割とすぐに子供ができただろう。まだ雅人君はそこまで稼ぎがないだろうし、私がのぞみたちのために家を買ってあげるよ。そう言って父は私たちに家をプレゼントしてくれたのだ。きっと夫はそんな昔のことは忘れて自分が買った家だと思い込んでいるのだろう。だから私はすぐに父に連絡をして家を売ってもらうことにした。幸いすぐに買い手が見つかり、私は娘と一緒に引っ越しの準備を始めた。夫と義母の荷物については事情を説明して義弟の家に送らせてもらった。義弟は本当に兄と母がご迷惑をおかけしてすいませんと謝ってくれた。きっとあの二人と暮らしていた頃は義弟も苦労したことだろう。荷物をすべて撤去し終えた私と娘はとりあえず私の実家で一時的に住むことにした。するとハワイから帰国してきた夫たちから連絡が来た。おい、どうなってるんだ。なんで家の鍵が開かないんだよ。ああ、それは家を売ったからね。私たちのものじゃないからすぐに鍵を変えたのよ。はあ、どういうことだよ。なんで俺の家を売ってんだよ。やっぱり忘れてるのね。あの家は私の父の名義の家でしょ。あなたとお母さんは越えてはいけない一線を越えたわ。だからもう私も容赦はしない。あの家にあなたたちの居場所はないし、私はあなたと離婚するわ。離婚？ちょっと待てよ。今さら離婚なんて何考えてるんだよ。今さらじゃないわよ。今も私はあなたたちに苦しめられてたんだから。まああなたたちは家政婦を失って困るかもしれないけどね。そんな、っていうか俺たちの荷物はどうしたんだよ。それはあなたの弟に事情を説明して荷物を送らせてもらったわ。なんだと？何をしてくれてるんだのぞみ。え？あいつと俺は仲が悪いんだ。ええ、知ってるわよ。でも他に送れるところがないから仕方ないじゃない。とにかく私はもうあなたたちを許さないから、離婚については弁護士を通して話し合いましょう。そう言って私は電話を切った。義母がわーギャー騒いでいる声が聞こえてきたが、義母に電話を代わられる前に切って着信拒否をしてやった。その後
私は弁護士を通して夫に離婚を要求。夫は最後まで渋っていたが、最終的に承諾した。ちなみに義弟は、やっぱり義母と夫から存在に扱われていたらしく、その恨みを少し晴らすために、義母と夫の荷物を次々と売り払ったらしい。そしてそのお金で海外旅行へと旅立ったそうだ。義母と夫は残った荷物を回収したくても、義弟が旅行に行ってしまったので、回収することができず、夫は慌ててスーツやカバンを購入して、ビジネスホテルから会社に通ったらしい。そして貯金が全くない彼らなので、新しい部屋を借りても、家具や家電をすぐに揃えることができず、困っていたそうだ。義母は今まで私に家事を押し付けていたし、さらには高齢になり、体が思うように動かせなくなったので、現在は元夫が仕事をしながら家事をして、さらには義母を病院に連れて行ったりせざるを得なくなったそうだ。今まで私に押し付けてきたことのツケが回ってきたのは、本当にいい気味だと思う。一方、私は父の知り合いの会社で、事務員として働かせてもらえることになった。今は安定した収入を得ながら、娘の大学の費用も支払うことができている。これからも私は娘と自分の親を大事にしながら、シングルマザーとしてたくましく生きていこうと思う。